伸びすぎるわけじゃん、結局な。はい。伸びすぎる。伸びすぎる。皮が柔らかくなって劣化がしやすくなるっていうことですよね、おっしゃって。そう、そうなるんな。うん。草も伸びるしな。はい。果実も伸びるし。軟弱になるわけじゃん。リベラリング効いたら。はい。あ、軟弱に。でそれ開花までの時間が長いほどな、はい、伸びる時間が長くなるわけ。ああ。だけど早くつけるほどよう伸びて、まあ、あの、細胞の数が同じだったら、はい、あのある伸びるほど薄になるわけだけどな。対面積あたりに細胞の数が少ないんだ。はい。同じ数でこう広げるんやけんな。弱になるには大量性も全てがな。なるほど。この ロブラールとか入れてる人が、これは別で散布している方が、SM 剤もそうですけど、スプレーフマシンも。そうやな。基本的には別じゃな。基本的にはな。後からやっぱり病気が多いとか、はい、いうことで、応急処置的にやったやつが固定したのかもないな。はい。防腸歴はな。はい。これ、去年の2月に福井に行った時のちょっと資料なんだけど。あ、はい。私のこれに書いとるけんだね。ああ、ありがとうございます、うん。あ、これも聞きたいことがあります。はい。これ、これ、これ。はい。天井6枚。はい。と9枚。12枚。これがもう必須やな。はい。絶対もう1週間間隔で。8日か。長くても10日。はい。去年病気になった縁は、転用3枚目でもやった方がいいって書いてたと思うんですよ。3枚目からもうね。それは、この6枚目のこれ3種混合と同じ薬剤を3枚目でいいんですか。そうそうそう、ね、だけど3種混合は2回かやれんねん。ああ、そっか。早めたら今度、オンリーワンに変えないから、ね。ああ、オンリーワンに。うん、3回目がな。これは3回目はまだロブラール使うとおけだな。はい。ちょっと勉強。はい、すいません。どうするかな。薬って、やった時にこう、こうなるわけや。はい、で、こう、これが、まあ、はい、7日から10日なんよ。この間がな。0から、や、薬をやって、こうなる。はい。で、この、ここの、ここに空間を作らんように。はい。またこう薬をやらないなら、はい、あかんてよ。はい。なるほど。それでそういう感覚なんですね、この転用の期間を。そのもう転用、ね、かかってない葉っぱないようにな。薬がかかってない葉っぱがないように。先に出た葉っぱも、後からかからんようにやっぱりもし残っとってかかっとるやつがあったらかかるけんね、そこに薬がかかる。で3回やったら大体みんな全ての葉っぱにかかった形ができるんだ。で3回で終わっとるということは9枚で残すか8枚残すか、はい、やけど大体9節目で摘菌するわけ、はい、そこで1週間ぐらい、あの、新しい葉っぱが展開するのが止まるけんね。はい。で、今度新しい葉っぱが で3枚ぐらい出てきた段階で、3枚って言ったらもう10日ぐらいになる、かかるんやけどね。はい、その段階で、今度オンリーワンに変えてね。はい、やったら、もう、薬と薬の切れ目がないということやけん。3回で全部か、
さ、いや、墓場を3回したら全部かかるっていうのは、天陽が9枚目とかに行くと。そう、9枚目。まで、で、3回。はい、予定ないんだけど。3、6、9と。はい。3枚目と6枚目と9枚目。はい。かかるわけだな。その9回、9枚目の時に摘心をするっていう。そう、9枚でも全部止めるわけ。9枚目とか。9枚も基部からもう1、2、3、4で、2先とかじゃなくて、基部から。そうね。9枚では、巻き毛のないところね。ああ。だから、3、6、9って巻き毛がある。はい。ないんよ。ああ、はい。本見に。3、6、9って巻き毛がないんよ。はい。だから、先の方の巻き毛のないところで止めたら9枚目ないよ。へぇー。はぁ、面白いですね。だけ機械的にできるよ。パッと見た目で、巻き毛のないところでと積んだらいいけどね。巻き毛ないところ。はい。数えなくても。はい。わかるでしょ。そうですね。巻き毛だったら。あの、一番元の、市場がない枝もあるんよ。だけあの、初めての第一葉の方がついとるんが、4節目。はい。4節目ですね。4節目につぶんやな。で4節目に、4節目と5節目につくんや。ほほほ、4と5節目に。うん、で、6が飛ぶわけだよ。6というとこが飛ぶっていうのは巻きじゃないということやな。はい。6節目は、巻き火がないんですね。そう、ないの。三六九三三つ目までも三つ目までは巻き毛ないんやけど、三六九と巻き毛ない。おお。切ないよ。ほう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 。九節目の巻き毛のないところでピンチをしてやったら、はい。あの実際には八枚いかないかもわからんけど、おお。九節目ないやな。はあ、すごい、面白いですね。へえ。ほう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 。なるほど。巻き火がないと。規則正しいについてやれな。はい。ある、ね、ある、ない。ある、ある、ないと。巻き火は。で、右と左について、次に、ない節があって、また、右と左につくという。ああ、巻き火は。規則正しいについていく。ほう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 。へぇー。ほう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 。ほら、巧妙にできとる。人間の体もそうやけどな、巧妙にできとるけど。はい。巧妙にできとるんやな。なんで右と左、はい、左ばっかりでもいいと思うけど。はい。左右対称に、バランスが取れるように、こっちにもこっちにも手が伸ばせるように、はい、っていうかね。マイクロデリットを。この9節目で摘心っていうのは、私たちところでベリーエイとシャインとピオーネ作ってるんですけど、基本的に同じ。全部で。あ、同じ。どんな部でも同じですよ。あ、同じ。まあ、あの、貴族についとるは、もうあるけどね。はい。あと、シャインマスカットで花が、あの、先端がね、はい、割れたり、いろんな、あるように。そういう性格の強い品種もあるし、はい、ちゃんと綺麗なさができる性格の顔立ちのやつと悪いやつとあるんやけどな。だけど同じ基本的にはブドウ、はい、人間も顔立ちの変と悪いんだけど人間男と女とあるけど。フェイスブックに載せてくださってましたね。なんか過去のこう、あの投稿を見たんですけど、いろんな花水を、うん、まあ、奇形だったりとか、まあ、いろんな、はい。はい、これ通りに、毎年ずっと こっちの薬剤でやってたんですけど、地べで。これは、あの、県が作ったやつやな。ですね。空県って書いてあるな、これは。はい。この地べの、BA とジベレなんですけど。これはだけどな、第1回目がな。はい。14日前って言うけど、予想の14日前なんよ。はい。
で、その予想の14日前っていうのは、はい、花を作ってない花の、うん、型から3つ目ぐらいの巨峰から咲き始めるけんな。そこが開花の基準なんよ。あー、へぇ。上から咲かんのだよ。3基本目。へぇ、3基本目ってごめんなさい。八の字線って宮田先生が書いてくださってるじゃないですか。そうでしょ。はい。あ、すいません。一気に、これぐらい。はい。これかこれか。はい。どっちか。右が多いけど、右が、見た目で右側が多いとか、火の、あ、よく当たる方か。はい。へぇ、ここから咲き始めるけんな。はい。まあ、ここから咲き始めると、覚えておいてください。はい、上から咲き始めるんちゃうよ。へぇ、上から咲き始めるんちゃうよ。この花が、咲